はあ、どうしよう。あの、実は今日の夜家族みんな出かけてしまって、家には私しかいないんです。先生は他人事だからそんなことが言えるんです。家に私一人しかいないだなんて、そんな、そういうわけでは。お化けが怖いです。先生、ご迷惑でなければ今夜うちに来てくださいませんか？私と一緒にお化け退治をしてください。ありがとうございます。必ず退治しましょうね。私の修練が足りませんか？最近その冷たいので、今は控えていただきたいです。嬉しいです。人に甘えられることってあまりなかったので、先生の手を通して優しさが伝わってくるようです。
私にプレゼント？身に余る光栄、感謝いたします。先生、新しい特訓メニューを楽しみにしています。今日もご指導よろしくお願いします。何？言いたいことがあるならはっきり言いなさいよ。言われなくてもやるわよ。行くわよ、ついてきなさい。すぐ終わらせるから。はっ、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 はっ
見てなさい。すぐ終わらせるから。見ててくれました？まあ、見てなさい。すぐ終わらせるから。行くわよ、ついてきなさい。情けないですが、これ以上は動けません。これぞ修練の成果です。
ズって感じね。